え、佐藤正さんが今日文化放送のこのフロアにいらっしゃって、開口一番、財務省最低だなっていう。これもほんと最低ですよ。それでね、あと、今のこのニュースでもね、えー、テレビ朝日が抗議したっていうんで、みんな遅すぎるっていうことだけ批判してるでしょ、うん、それだけじゃない。レベルが低すぎる。レベルが低い。官房長に対して抗議してるでしょ、うん、これはそうじゃない。要するに、これは社長から、麻生財務大臣に対して抗議してないと。 はあはあ、要するに、抗議っていうのは外交の世界でも民間の世界でもこれは一緒なんですけどね、うん、どのレベルで抗議をするかっていうことによって、深刻度が変わってくるわけなんですよ。うん、だから、テレビ朝日、ちょっとお呼び越しですね。 あの、テレビ朝日側から考えると、今回これでもし報じたことによって、まあセクハラがあったと、報じたことによって、それで二次被害と、そしてもう一つ、まあこう取材活動も円滑に行かなくなってくる可能性があるっていうことも言っていますけども、 佐藤さんがおっしゃるのは、要するに現場レベルでの講義ではなく、今官房長というのは、はい、あの今、事務次官こういう状況ですから、実務のトップがその今官房長やってるってことです、はい、ただし、あのー、この官房長っていうのは、あのー、まだ正式な福田さんの次官ですからね、そ,ねその指揮下にいる人ですから。はい、うん。 その上に抗議しないと意味ないですよ。テレビ朝日の社長さんから、はい、え財務省は麻生財務大臣、麻生太郎財務大臣に直接抗議をする。抗議しないと。だって、下の人間に抗議したって意味ないじゃないですか。やったのが上だから。はい、平野事務官がやったんだったら、それは官房長や人事課長の抗議すればいいですよ。うんうん、そんなトップがやってるわけだから、うん、政治レベルで抗議しないと。うんうん あの、それからですね、まずあの、次被害を防ぐっていうことだったら僕はよくわかんないのは、はい、二次被害を防ぐっていう理屈があるならば、彼女は配置えするべきですよね、まず。要するに、これ以上その被害にさらさないっていうことだったら、この福田何菓子なる人物と接触しない場所に置くっていうことをやらないといけない。うん、それやってね、やってるって話は聞いてない、少なくとも。うん、不思議な感じがする。うん、それから、報道が、 あの、それによって取材活動に支障をきた。これは要するに、これは私も官僚の時代っていうのはリークをやってるわけですよ。リークっていうのは、政府の政策を円滑に進めるために行うわけで、選択的に行うわけですよね。だからその時にそこから外されてるっていうのは、これは当然、なる。役所、うんうん、からして。ただね、問題はここで行われてるっていうことは、違法行為かどうかはともかくとして、 社会通念から話して明らかな不正行為でしょ、うん、不正行為までさせて情報を取ってくる必要があるのかっていうメディアの根本が問われてるわけなんですよ。うん、特にこれ、あの、女性の記者の皆さんたちね、不愉快な思いっていうのは何度もしてるって人たちいると思うの。はい、しかしやっぱり取ってこないとと。うん、それで僕は率直に言うんだけども、有力な政治家のところとかあるいは官僚のところに、 この、あえて女性記者をつけるような風潮がやっぱり一部のマスメディアにある。これは非常に良くない。だから、あの、業界用語で本当に良くないんだけど、鍵括弧くの市とか、とじとか言ってね、そういうような形での取材っていう、こういうような感じのことっていうのはやっぱり、 現実としてあるから、どの社も公には認めないけども、この際ここのところに関してピシッと一線を引いたらいいと思う。それから、この調査に僕はテレ朝は応じたにならないと思う。はい、なぜならば、もう財務省レベルで調査する話じゃないんですよ。うん、これはね、首相の官邸主導できちんとした調査を行う。うん、もうそれまでの政治案件だと思いますね。うん、それですから、財務省が福田さんによって任命された 人たちによって行われている調査っていうのは、全部これ第三者性がないと考えたらいいと思います。うん、財務省以外の財務省より上、あるいは独立した機関、人事院、うん、もしくは内閣官房によって、うん、今回の件に関しては、特別の調査委員会を作って調査するっていう体制になって、初めてテレビ朝日を応じるべきだと思うんですね。それからね、あのー、今回の件に関してはもう一つ取材方法論で重要な問題があるんですね。うん 具体的には2点なんです。一つは隠し撮りなんです。はい、今それは横行してるんですけど、もし隠し撮りをされるっていうことになった場合には、これは政治家や官僚が隠し撮りを警戒して本当のことを話さなくなるんですね。うん、そしたら結果として国民が真実知れなくなるんですよ。それだから、オフレコじゃなくて全部オープンでやれっていうのはあるんだけども、うん、それじゃあ建前論で実際できないと。うん そうすると隠し撮りをしたものっていうのは自分の身を守るための隠し撮りっていうことだったら、これは絶対に外に出してはいけないわけなんです。うん、あるいは講義で使うっていう形で出さないといけい、うん、その時っていうのは内部の資料として使って、動かさる証拠として相手に突きつけて、お前こういったことやってるんだけどどうだっていう時に使うための証拠なんです、ね。まあ今回はテレビ朝日の女性記者に関して言えば自分の身の危険も感じたのでうそうです,す、ね、そうです。だからそこにはすごい正当性があるんです。はい しかし、それを外部に出しちゃうっていうこと、これがもう構わないんだよってことになると、これ日本のメディア全体の劣化につながるんですね。ただ今回の件に関してはね、テレビ朝日は彼女が週刊新潮に音源を渡したこと、取材に応じたことを不適切で遺憾だって言ってるんだけども、僕はこれはおかしいと思う。なぜならば、会社の中で報じてくれとやったんだけども、 それができなかったと。うん、そしたら彼女はある意味では会社を首になる覚悟まで全部したところにおいて、これはこういう思いをするような記者がもう二度と出てほしくないっていう、うん、そこのところがあるんで、うん、週刊新調だったら確実にやってくれるだろうっていうことで持ち込んだわけだから、これはいわゆる公益通報に順じた扱いになる。公益通報。はい、要するに、会社とか官庁の中で違法な行為を行っていると。うん、それが会社の中で握りつぶされるんで、うん 外に対して通報するっていうこと。うん、これはあの、あの、不利益処分を受けてはいけないっていう公益通報制度っていうのがあるわけですよね。公益通報に準ずるものとして考えるべきだと思うんですよ。うん ただ、あのー、最大、あの、問題っていうのは一番悪いのはこれは財務省ですよ。それでこの福田さん悪いと思いますよ。彼自身は否認してるけども、そういったことはないと裁判で争うって言ってるんで、無罪推定は働くんだけども、少なくとも彼が言ってるのは全部彼の認識と評価の話なんですね。そうじゃなくて事実としてそういった発言はしたのかどうかってことなんですよ。最初は自分の声じゃないかわからないと。ところがあとから、 全体を聞いてみればセクハラじゃないって。これ自分の声だって認めてるってことでしょめちゃくちゃですよ、言ってることが。だから、あの、私自身刑事事件の対象になって、それを有罪を受けたから、無罪推定は大切にしないといけないんだけども、これは今出ているところと福田さんの弁明から全部考えて、彼はやっぱり相当の、 あの疑いもあるし、合理的な疑いがあるし、責任があると思うし、それから公職にあのいる人間として、不適切な発言が多いと思う、だからそこのところで彼は事実明らかにしないといけないんですよ、でも今のままじゃ事実明らかにできないから、もっとこれ、首相官邸が主導で厳しくやらないといけないと思うその辺の感覚も首相官邸もちょっと鈍ってますよね、鈍いですね、うん、それからさらにね、国家公務員倫理法っていうのがあるんですよ。うん 彼が言葉遊びだって言って、あの、女性が接客するお店に行ったことがあるってことは言ってるでしょ、うん、じゃあ、手縛ってくれとか、うん、胸触っていいとか、こういうような言葉遊びするってどういう店かってことですよね。うん、その店の支払いって自分でやってるんですかね、うん、支払いね。はい。ええ、あるいは役所のお金使ってるんですかね、うん、役所のお金は国民の税金ですからね。こんなことに使ってもらったら困るわけで。 じゃあ誰かに奢られてるっていうことならば、これは国家公務員倫理法っていうのがあって、これはかつて大蔵省自体の大蔵官僚がノーパンシャブシャブとか言って過剰接待を受けてるんで起きた法律なんですよ。5000円を超えるものに関しては、あの、倫理報告書、増与等報告書、増与等報告書っていうのは市販機ごとに出さないといけない。後出しはできないんです。これを彼がやってるかどうかっていうことも、うん、首相官邸指導で徹底的に調査する必要がありますね。うん それで、あの、ノーパンしゃぶしゃぶの時に、うん、あの、大蔵省っていうのは金融機関を分離して、大蔵省の力をそいで財務省にして、それで国家公務員倫理法も入れて、その、倫理の面を確立して国民の心理に耐えるような役所にするっていうことだったんだけど、本当にそうなってるのかどうかっていう。それ鑑定取材でやるべき。あともう一つね。あの、佐川さんがいて理財局。はい。 あそこだと大だ体いい係長30代ぐらいのレベルぐらいのところで10億円ぐらいまでの国財産を処理できちゃうんですよ、決済の。決済できるんだ。だから地方っていうのはそのレベルですから、地方の事情っていうと。それ、そういうようなところで権力が集中しすぎているから、自分たちは特別な人間だと勘違いしている要素があるんじゃないかと僕は思う。そうすると、 理財局を切り離してね、国有財産管理庁みたいなものを作ると、金融監督庁と同じような、それで、やはり権力を少し分散しないと、権力が集中するところから、あの人たちのおごりが生まれてるんだと思う。だから首相官邸主導でこういうことをきちんとやらない限りね、これ財務省の今回の疑惑とともに、この世間沈みますよ。